あのスバル実はギリワタ出させてもらうことになったんですよ。あのギリギリ悪くないワタメっていう、なんかあの本当にギリギリ悪くないラインを攻めてるショート動画を投稿してるね、あの子がいるんだけど、その子のシリーズに出させてもらうことになって、でも最近スバルなんかまあ今週のボタンちゃんのところとか割とまあ有罪だなと思って見たんだけど、お前これはもう普通に悪いんだがみたいな、結構ライン超えてるよねあれ。まあスバルも、ね、出させてもらうことになったんですよ。収録してあとは公開を待つのみだな、へへと思って。で別にスバル撮ってる時そんなやばい内容だなとも思わなくて、あなんかギリワタやんってなったん、 これがギリギリ悪くないのラインなのかみたいな、なんか確かにってなったんだけど、なんかその後なんかワタメのマネージャーさんから連絡が来て、いやあの次のギリワタなんすけど、スバルさんの出演会のあのなんか若干あの内容的に怪しい感じがしてて確認してもらっていいですかって来たんだけど、もうスバル普段のギリワタから見たら全然って感じだったの、それ見て、なんかどこがみたいな、なんかそのしかもあのワタオジっていうのあるじゃん、そのワタメがおじさん的な、なんかワキペーガーみたいな、なんかワキペーって何、ワキのおっぱいってこと、何ワキペーって、ちょっとワキペーガーみたいなね、よく言ってるワタメおじさんからしても全然ライン内でしょみたいなこと思ったんだけど、逆にワタメ側からするとなんかちょっと若干怪しくてみたいな、いやお前んとこのラインどうなってんだよってスバルは思ったんだけど、いやスバルがホロライブにいすぎてスバルのラインがぶっ壊れてんのか、それともギリワタがちゃんとラインを守ってるのか、どっちかっていうのをぜひね、次回ねみんなに見てもらって、そのラインをね見極めてもらいたい。いやスバルは全然いいっしょみたいな、でもね個人的にね、うわ絶対こんなミームになるわみたいな多分海外に来の大好物だと思う、大好物みたいなシーンがワンシーンある、もう絶対あの短いギリワタですら切り抜かれちゃうんだろうなみたいなね、なんかちょっと楽しみですね、普通に早く見たい。プリーズサブスクライブ、プッシュグッドボタン&サブスクライブバイバーイ。